リングが弁当食べてやられちゃったんだよ。それやばいじゃないですか。そうなんだよ、だから手伝ってよ。場所は文化会館アジサイセンター。開館1周年企画の子ども文化フェスティバルが開催されていた時、事件が起こった。人形劇団の劇団員たちが集団食中毒で病院に運ばれたからもう大変。センター内に居合わせた劇団がその代役に。メインプログラム子ども人形劇場まであと1時間。果たして無事に幕は開くのか。隕石少年トースターの代表作、3度目の上演での舞台映像で SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。